カマーズ -6560 型8輪トラックに搭載されたパーンチリ S1 パーンチリ S1 の並走ブアップ 96K6 パーンチリ S1 はロシア連邦で開発された近距離対空防御システムで対空機関砲と短距離対空ミサイルを併用している。NATO コードネームでは SA-22 グレーハウンドと呼ばれる。パーンチリとは鎧。 甲冑のい。車両に搭載された、機関砲と短距離対空ミサイルという並走の、組み合わせは、2K22 ツングルスカと同様である。通 a 38M30mm、連装機関砲2機の火力は、射撃速度5000発、分、射程 4km である。死対空ミサイル 57E6 は、左右に、各6発、計1 2発搭載する。 誘導方式は指令誘導で、レーダーあるいは赤外線探知機からの位置情報を使用する。射程は1から2 0トルディスカバリーチャンネルのテレビ番組、潜入。ロシア軍のすべて、ロシアの鎧、ターンチリ S1 によると、固定翼機や回転翼機だけでなく、精密誘導爆弾、巡航ミサイル、弾道ミサイルをも、迎撃可能で、 レーダーで捉えにくい小型ドローンの撃墜実験にも成功した。パーンチリ S2、パーンチリ SM、パーンチリ SA といった発展、派生型も開発されている。航空目標だけではなく、軽装甲車両などの地上目標も撃破可能である。2K22 ツングースカと異なり、基本的に車体には重トラックを使用しており、製造。 運用コストの低減と高機動性の確保を図っている。兵装の完成には2機のレーダーと赤外線探知機が用いられる。レーダーは索敵用、追跡用に分けられ、索敵範囲はそれぞれ 30km と 24km である。レーダーが作動している間も赤外線探知機は使用できるので、同時に2個の目標と交戦できる。なお、 輸出用廉価版は赤外線探知機のみを搭載することも可能である。パーンチリ S1 はトゥーラにある連邦統合国家企業制御システム開発設計局で開発された。1994年に製作され、1995年に初めて一般公開されたウリアノフスク機械工場で製造されている。2000年にアラブ首長国連邦から 最初の受注を獲得し、2007年に最初の納品を行った。アラブ首長国連邦の車両には、ドイツ製のマニュース X88 トラックを使用している。2005年には改良型が完成した。ロシア連邦軍では 2K22 ツングースカ M1 を、これに転換する予定で、2008年より、ロシア空軍に配備が始まった。また、ロシア海軍でも、 2K22 を元にしたコール地区の光景として採用された。他にもアルジェリア、イラク、ヨルダン、オマーンなどに採用されている。GM-352 系列の車体に搭載されるパーンチリ S-1 シリア内戦で政府軍を支援するため派遣されたロシア軍により首都ダマスカスに配備、またはシリア政府軍に供与されている。 イスラエル国防軍によるシリアへのミサイル攻撃の迎撃で実戦投入された。2020年5月、リビア内戦において、アルワティ空軍基地に展開中の2機が、トルコが投入した UAV により攻撃を受けた。うち1機は破壊され、他方は露飼され調査するため、トルコに運ばれつつあると伝えられている。海外官邸ニュースロシア海軍が、 新型近接防御システム採用へ、世界の感染第748周回認者、ロシリア作戦負担をく軍事介入2年半、戦費4300億円犠牲者も、中流主力民間に傭兵化、読売新聞長官2018年4月21日。イランイスラム共和国放送系ニュースサイト、パーズトゥデー、シリアの対空防衛システムにより、 イスラエルの最新映ミサイルが、破壊2018年5月16日閲覧。リビア内戦、重大な転換点、トルコ勝利、ロシア敗北の代理戦争。ウェジインフィニティ、2020年7月4日閲覧。ありがとうございます。